5月に入り夏の厳しい暑さが顔を覗かせる鹿児島県、そんな暑さを上回る熱戦が繰り広げられようとしています。この時間は極真空手第36回オープントーナメント鹿児島県空手道選手権大会の模様をお伝えしてまいります。放送の解説には第8回世界チャンピオンで現極真会館名古屋中央支部長の木山仁さんをお迎えしております。木山さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ木山さん、今回も県内外からおよそ380人の選手たちが集まっていますが、今大会の見どころとズバリどんなところでしょうか。はい、今大会はですね、若い選手たちがたくさん出場しておりますので、はい、そういった若い選手たちの経験の場として、またそういった、ここで経験した選手たちが、はい、今後つながる、全日本大会、国際大会、世界大会に出場する場として、力をつけてもらいたいと思っております。はい、ハイレベルな戦いが繰り広げられる鹿児島県大会、今年はどんなドラマが生まれるんでしょうか。鹿児島県最強決定戦、極真空手鹿児島県大会、熱戦の火蓋が切られます。目の前の相手を破壊するような形で、ね、試合をしていく、中盤以降ちょっと一方的になってきたが、県体育館の注目が一挙に集まっています。去年の準優勝、そして3位の組み合わせになりました。園田がペースを上げる、前田も応戦する、蹴りと蹴りの応酬だ。さて、この大会では幼年から一般の部までさまざまなクラスで戦いが繰り広げられていますが、番組では注目の一般男子の部無差別級を中心にお伝えしてまいります。ここでルールの確認です。禁じられている攻撃は顔面への手技の攻撃、急所への攻撃などです。また反則を犯した場合、注意が与えられ減点となります。試合時間はご覧の通りとなっています。おし、今年も組み手、型、それぞれの競技に各階級から多くの選手の皆さんが参加され、九州自治とも誇れるほどの大会がこのように盛大に行われることを心より喜び申し上げます。今この瞬間にしかできない最高のパフォーマンスに耐えられるよう、集中力を高めてそれぞれの特徴を生かしつつ、持てる力を全部に発揮されることを期待いたします。おっす、先生、我々選手一同は極真空手道精神にのっとり正々堂々と戦うことを誓います。平成30年5月13日選手代表山内幸輝、おっす。さて、今大会の中で最も注目なのが一般男子の部無差別級です。木山さん、この中で特に注目する選手は誰ですか。はいはい、そうですね、今大会ですね、重量級の山内幸輝選手、はい、それとそれに対するのが、園田太陽選手、これは昨年 の決勝戦の2人ですし、また、はい、この選手2人にですね、昨年、ドラゴンカップで、優勝している前田亮選手、この前田亮選手がどう絡んでくるかが非常に見どころだと思います。無差別級ならではの激しい戦いが繰り広げられていきます。園田は去年準優勝、今非常にですね、はい、園田選手も谷口支部長の下で内弟子として、やっている選手ですね。はい、その中で先日の全日本遠征大会なども出場して、今どんどん力をつけてきている選手ですね。はい、
両者ともに牽制警戒し合いながら試合が中盤に入っていきます。ロック選手はいいですね。いい間合いから自分の、ね、戦いやすい距離で戦えていると思います。今この辺りの戦いやすい距離感というのが今後どう響いてくるか。そうですよね。もう少し前を詰めて入っていかないと 今のように技が、ね、届かなかったりとか、はい、今のが効かせきらない、ね、場合がありますので、もう少し前を詰めていきたいですね。もうこれはもう村岡選手の間合いですよ。そうですね。今このように倒れた後も攻防があるので、はい、ここで斬新を決められると技で取られてしまいますから、村岡選手は下から倒れた状態からも攻撃を仕掛けた状態です。村岡はきっちりと園田のあらゆる攻撃に対応している。2分が終わりました。判定割れました割れました。赤白1本ずつです。3本以上の旗が上がらず2分間の延長戦に入ります。さあここからね、おっと、あ、これで斬新が、ね、決まれば技ありだったんですが、やはり、はい、技はかけたんですけども、自分もしっかりと立つことができずに技ありが取れませんでした、はい、倒した村岡の方もバランスを崩してしまいました、はい、延長戦どう攻撃を変えていくか。村岡選手は、ね、今、ね、延長戦相手ちょっと体力的な心配ありますね。年齢的にももう40ですし、体力的にも、ね、体が大きいだけにスタミナの消耗も激しいですから、はい、あ、いいゲーなんですよ今の。村岡選手の技聞いてます。いい、あ、その他にも聞いています。決して、ね、技術的に負けてるわけではないですから、はい、村岡選手も、ね、どんどん攻めてちょっと気持ちを見せてもらってですね、攻め切ってもらいたいですね。両者苦しい時間帯に入ってから突きを見舞っていく。あ、村岡も苦しい。技は効いてるんですけども、やっぱちょっと踏ん張り切られてしまうんで、ちょっとやっぱスタミナがちょっとだいぶ切れてるんだと思います。お互いかなり限界に近づいた状態。ちょっと手数に差が開いてきましたね。園田が粘る。園田が手数を果敢に増やしていく。延長の2分が終わりました。判定白が4本。園田が意地を見せました。延長戦を制して初戦突破です。仕掛けなど研究しましたね。結構下がらないようにずっと前に詰めていけるような組み手試合ですね。自分のスタイルを出してしっかり悔いのない試合をしていきたい。高校生ながらこの一般男子の部無差別級に出場しています。ただ、ね、前田亮選手は、ね、もう若い勢いに乗ってなくすものは何もないですからね。思い切りも自分の力をぶつけてもらいたいと思います。やっぱ高校卒業したから自分も一派なんで、頑張りたいと思っています。今回は去年3やったんで、それ以上の順位に行けるように、悔いがない試合をしていきたいと思います。白前田亮国武道場、そして赤福岡清中山道場の一戦です。強烈な上段蹴り、非常に体格もいいですしね。下段の振り分けとか、はい、上段にも、ね、技出す。今向けて中段も作るとオールラウンドで、ね、全ての技使いこなすんで、非常に、ね、うまい上段選手ですね。いい中段ですよ。これも一発一発にすごく重みがあります、はい、白の前田。赤の福岡、あ、これ、あ、倒された。この技ですね。これが前田が、はい、得意とする、ね、得意とする足掛けですね。この技ですね。こういった技が、ね、今認められるようになったので、こういった技を、ね、はい、積極的に、ね、鹿児島支部、また九州の選手たちが使っていけば、また中央にの全日本大会等に出た時ですね、はい、大会での活躍が、期待されるんですけども、ちょっと強引ですよね、これは。ちょっと、はい、強引に長くですね、相手を掴みすぎると反則になってしまうので、赤の福岡に注意がつきました。
倒される際に相手 の道具を掴んで倒される前と掴んでしまったという判断でしょうね。あ、2分が終了しました。判定白が4本、主審も白、前田亮5対0で準決勝に進んでいます。県体育館の注目が一挙に集まっています。で、今年のウェイト制の時には1回戦のロシア人を技ありで倒したのはいいんですけど、やっぱり自分の技術がまだまだだったんで、次の全日本の時にちゃんといい結果が残せるように頑張っていきたいと思ってます。まあ、周りの期待もあって、まあ、去年は優勝して終わったんですけど、自分が納得 しない試合だったんで、まあ、今年、まあ、優勝オール一本勝ちでしていきたいと思ってます。のディフェンディングチャンピオンですからね、それらしい戦いをしてもらいたいですけど、はい。まあ、しかしやっぱりね、防衛というのは、ね、なかなか難しいもので、どんどん緊張しますんでね、かなりプレッシャーもあるでしょうから、多少硬くなるのかなという気がします。はい、県体育館の、県体育館の注目が一挙に集まっています。山本選手の攻撃力を嫌って今フットワークで、ね、はい、回り込みながらという形になってますね。なかなか、ね、こんだけ威力あると簡単には飛び込めないと思いますよ。はい、大分支部の川野亮も慎重に攻めています。本当彼の戦い方は現役時代の谷口支部長の、ね、戦い方もそっくりですね。そうですか。非常にまあ、体格も良くて、まあ、パワーもあり、ね、目の前の相手を破壊するような、ね、形で、ね、試合をしていく。じっと構えて、あ、中盤以降ちょっと一方的になってきたか。山の内まだ息が消えている様子はありません。あ、はい、この足掛けの技、足掛けの技、技ありです。技あり 4副審が技ありの旗を出しています。今のはとっさの技ありでしたね。そうですね、もう下段がだいぶ入ってたので、まあ、山下選手としてはもう入るなという、ね、形で、仕掛けていったと思いますね。そして足場に来て上段も入りました。ああ、いいことですね。足掛けの技、足掛け一本です。技あり合わせ一本です。場内からは思わず拍手が送られました。さあ、続いて去年の準優勝そして3位の組み合わせになりました。準決勝もう一試合、白が準優勝熊本支部の園田太陽、そして赤が去年3位入賞国武道場の前田亮です。前田選手はね、先ほどの試合を見ても絶好調という感じですね。はい、今見ててもこのステップに緊張の形は見えませんし、非常に調子がいいように伺いますね。これに対して園田選手は先ほどかなりの苦戦を強いられましたから、はい、あそこでね、まあ、緊張もほどけてればいいんですけども、その状態を引きずっているようだとこの、ね、戦い厳しいものになるでしょうね。園田は先ほどの準々決勝では延長戦を戦ってスタミナの面でも少しどうかという部分があります。少し前田の方が余裕を持って攻めているように見えます。非常によく見えている感じがしますね。前田選手は落ち着きながら、まあ、どこに突破口があるか、また、ね、得意の足掛けの技も、ね、こうやってこう、じっくりと見ながら、ね、狙っているように見えますね。下ばかりでありません。上段にも蹴りを警戒、要警戒です。入りました。足掛けが残念なんですが、ちょっと斬新を、ね、取ることはできなかったので認められませんでした。うまく決まりきりませんでした。さあ、苦しい時間帯に入ってお互いペースを上げていきます。まだ互いに有効打がありません。
ペースが上がってきた、ペースが上がってきた。会場の声援も一段と大きくなります。園田、園田がペースを上げる。前田も応戦する。蹴りと蹴りの応酬だ。園田が最後の粘り、最後の粘り、最後にスパートをかけてきました。前田も落ち着いて対応する。前田選手は最後 の園田選手のラッシュを許してしまいましたね、これはかなり大きく影響すると思いますよ。最後の最後、園田がここ一番で力を振り絞りました。判定、白が一本、引き分け、延長戦です。やはり序盤ね、せめて優勢の状態で作って、あのまま行けば前田選手3本、旗が上がって勝利っていうようなねところは伺いましたけども、はい、最後のラッシュを許しましたね。須田選手ね、最後ね諦めずにラッシュしたのが功を奏して延長戦に流れましたね。須田選手も前田選手もね、うまさがあるんですけど、そこにあんまりね頼りすぎてしまうとこういう消極的な試合になるので、そういった点は反省すべき点かなと思います。さあ延長戦、園田がその手数で圧倒しています。ちょっと息も上がってますね。何かラッシュの際のなんかいい技が一つ入ったのかもしれませんね。前田も苦しそうな表情。ここまで動きが落ちるはずがありませんから、ちょっと何か効いた技があったと思いますね。前田の手数がなかなか、前田もうまく技が決められません。ああ少し動きが止まっているか、止まりましたね、効いているようです。園田のラッシュが確実に前田に効いています。さあ苦しい時間、いよいよ大詰め。さあ手が出ませんね、前田選手は。前田は手が出ない。ちょっと本当に何か効いているのか、はい、終盤ねラッシュしてスタミナを消耗したようには見えませんでしたから、もう確実なダメージがあるんでしょうね。何か今の体勢受けるのが精一杯なのか。一方園田は果敢に手を出していきます。足元はねふらついて、ね、おぼつかない形があるので、はい、何か足元にダメージがあるのか。前田の状態がフラフラとしてきました。一方園田も同じようにフラフラしていますが勢いがあります。ここで延長が終わりました。判定、白が4本、主審も白、5対0、園田対応熊本支部が後半のラッシュ実り、見事決勝戦進出です。さてここからは一般男子の部軽量級です。今回この階級にエントリーしたのはこの8人です。今回ですね、核になる選手が出場しておりませんので、これからこの8名の中で誰が、優勝をもぎ取るか、勝ち取るか、はい、というところが見どころだと思います。また、軽量級の選手たちは非常にスピーディーな、速い動きをしますから、はい、そういった選手たちの速さ、またテクニックを見ていただきたいと思います。はい、そして今回山下博樹選手が今年4月に開催された2018国際親善空手道選手権大会総年45歳から49歳マイナス70キロ級で第3位という成果を抑えました。木山さん、この結果どうご覧になりますか。はい、普段のですね稽古のたまものだと思います。はい、非常に頑張ってられるなと思います。はい、重量級とはまた違ったスピード感のある空手が見どころです。どのような戦いを見せてくれるのか注目です。緊張感が張り詰めた空気から打ち合っていきます。木下聖太選手はこの前良くないですね。じわじわと宮島選手は詰めてくるので、しっかりと前を切りながらですね、はい、入るための様子を伺いたいですね。宮島がじっくりと腰を据えて、いい下段ですね。いい下段でした。有効ですよ。今度は効きますね。これはダメージです。少し技が効いたのが固まってしまいましたね、木下選手は。はい、赤の木下も行くに行けないというか、はい、さあなかなか木下選手は突破口が見つからないところですね。反撃はしてますけども、なかなか効果的に技は決まってないので、あ、ちょっと顔面に入りましたね。今顔面に入りました。顔面への攻撃で赤の木下に注意がありました。
これで、ね、宮島選手も、ね、無理して出るのではなく的確な前で、ね、攻めていけばよほどもっと、ね、横でも与えられると思うのでちょっと勢いつけたら少し前が詰まってしまっているので逆にあーっとまたも、ね、上段突きですね。2回の注意減点になります。とここで同時に準決勝3分が終了しました。判定白が4本、主審も白、金谷東武道場宮島和樹が一般男子の部軽量級決勝戦に進出です。どちらが決勝戦に進むのか。お、足掛けを狙いに行きましたね。矢野選手も足を取りながら足を払いに行きました。ああいったところはいいですね。新しい、はいはい、技術技を使おうという心がけが見えますね。まあ、クリノ選手が矢野選手の、ね、手数ある攻撃もちょっと物ともしないという形で試合を進めてますね。でもこれも、ね、ずっと続くと最終盤になるともう確実な手数の差として開いて矢野選手が有利になってくるので、はい、栗野選手はあまり余裕を見せすぎなのは良くないと思いますけどね。ここで、ね、下段を対処できないというところを見るとある意味では余裕ではなく単純にディフェンスの技が身についていない、ということにはなってきますね。そうなるとやっぱりディフェンスができないことからそれも、ね、審判からするとマイナス的な要素に取られてしまうので、はい、これはあまりいい状態ではないですね。突きが顔面に入ったでしょうか。お互いちょっと技が荒いですね。赤のクリノに反則で注意がありました。仕切り直しです。クリノ選手も、ね、リーチも長いですし上背もありますから膝切りを、ね、やっぱ使っていきたいですけどやはり膝切りの技もないですね、これはね、はい、今ちょっと、ね、今出してますけど効果的なものではないので、はい、ただ出すだけではダメですね。ここで3分が終了。判定割れました。赤が2本、白が2本、主審の判定引き分け。準決勝2試合目延長の2分に入ります。ここからはもうお互いのスタミナと気持ちの戦いになります。果敢に手数を出していく白の矢野。内股有効ですね。矢野選手は接近戦を仕掛けてくるので非常に戦いづらいですよね、はい、栗野選手はさらに近づいてきてこうやってもう右に回り込まれてで回り込まれて手が出なくなると、はい、延長がここで終わりました。判定白4、主審も白、末吉道場矢野義樹が決勝戦進出です。さてここからは型競技の主な決勝戦の模様をご覧ください。中学の部男女混合の型競技行われています。決勝に進んだのは中園花、金谷東部、そして榎木谷リオ、こちらも金谷東部同門同士の決勝戦となりました。この榎木谷選手も4月の国際大会で型部門で優勝という成績、もう実績多数の選手です。まず足腰の座りからそういった、技の一本一本がしっかりと切れているかどうか、はい、スピード感、また緩急強弱、そういったものをまず見ていきます。その上で、選手たちがよく対戦する、相手、その相手をよく意識した、型ができているかと、そういった部分を見ていきます、はい、判定は赤が5つ、優勝は榎木谷リオ、金谷東部です。続いて高校一般男子の部型競技の決勝です。
白が各一から初段宮野城、そして赤が富山勇中山道場です。男子の部はやはり女性の部とも違ってまた力強い演武が期待されますね。そうですね、あれこの一つ一つの動作を見ていると力のこもり具合、そういった力強さが感じ取れますね。この決勝の精鋭チーム、非常にご覧になっていただいても分かるようにじっくりとした間から緩急をつけた素早い動き、キレのある動きが出るかどうかというところが見どころの一つです。赤の富山2段はもうベテランですけれども動きは見ていていかがですか。そうですね、非常によくこちらは腰が落ちていて安定してますね。それに対してちょっと各位選手はねちょっとペースが遅すぎるので、そういったテーマも少し早くしていきたいなという思うところですね。戦いを、演武するわけですからある一定のねスピード速さ、ペースってものもないといけないですよね。はい、さあ判定です。赤が2本白が3本、優勝は宮野城角井力選手でした。高校一般女子の部型競技の決勝戦です。スピード、また緩急強弱、また一つの立ち方ですね、そういった部分に崩れがないか、いいところを見ていきます。また、各ですね相手を意識した、技が出しているかどうか、またその技がしっかりと効くような状態、技術、技として完成されているか、そういった部分を、ね、見ていきます。そういった意味ではこの一般そして高校女子の部決勝戦にふさわしい、キリッとした表情でそして緊張の空間が県体育館を包んでいます。今両者肩を終えました。判定赤が3本白が2本、3対2で仙台道場有村さくらの優勝です。さてこの大会には多くのジュニア選手も参加しています。毎月強化稽古も行われているんですが、木山さん、この世代ごとにある強化稽古というのも大きな意味があるんじゃないでしょうか。はい、そうですね、今の競技の方も随分進んでですね、はい、その中で非常にいろんな勝ち上がるための技術テクニックがありますので、そういったものを磨いていくこと、能力が高く上がっていくということが期待されますので、はい、そういったことを目的にこの強化稽古を行っています。普段稽古してない相手と稽古したり、そして各道場 の技術のばらつきをですね、なくして喧嘩一斉に底上げを図るというかレベルアップを図るためにやっているということで、ある一定のレベルに達した道場生はですね、この強化稽古に参加できますので、技術だけではなくまた精神的な面、試合に臨んでの心構えだとかそういうものも含めて鍛錬をする場となっております。さて数々の優秀な選手を輩出している極真空手鹿児島県支部、今年4月に開催された2018国際親善空手道選手権大会でも優秀な成績を残しました。金谷東部道場の榎谷理央選手が型競技12歳から14歳女子の部で優勝、松本道場の堂込結衣選手が組手競技7歳女子の部で優勝、3位入賞の選手を含めると5人の選手が素晴らしい成績を収めました。今回組手競技で2連覇を果たした串木の道場、小葉桃子選手の練習の様子を取材してきました。こっちの福祉の道場では基本とかできてないところとかを修正してたので、その優勝につながったと思います。毎日お父さんが去年優勝した時のビデオを見てノートに分析してまとめて、その分析したやつを私に教えてくれて、そこを一生懸命頑張ってました。沖縄大会にも出て優勝したいです。
あの前足上げながらこうずっと構えていきますか、はい、これね、おっと今そして上段の蹴りが入りました。ここからは中学生以上主なクラスの試合の模様をお伝えします。白が東愛香鹿児島中央道場、そして赤が室谷愛伊集院道場の対戦です。室谷選手も、ね、向かっていきますけど、はい、室谷選手の方が若干やっぱ実力あるのかなという気がしますね。あの前足上げながらこうずっと構えてるじゃないですか、はい、これですね。おっと今、そして上段の蹴りが入りました。この前足を上げた状態でずっとこう上段を蹴るぞという牽制をかけてるんですね、はい、で相手が隙を見せれば蹴るし、隙が見せなくても相手がそこで退けば自分の次の攻撃を当てにいくようなね、はい、そういった組み手をしてますね。今村屋選手はもう技を取ったので一つ余裕を持ちながらね、あの技をこう攻撃しているところですね。まだここで足上げる技ですね。そして足が上がってきました、この連続の技で足が上がって降りる瞬間に相手が気を緩めるので、はい、気を緩めた瞬間に、ね、上段を当てに行くわけですね。さあ距離を詰めて、あの下段がやっぱ強力ですね。だんだん効いてきますよ。これは蓄積していますね、はい、今決勝戦90秒が終わりました。判定赤が4つ上がっています。主審も赤5対0、中学女子1年の部軽量級伊集院道場室谷愛が見事優勝しました。さあ両者力強く地を踏み鳴らして、エノキダイのまず力強い蹴りがいった。いいですね、裏の上段蹴り柔らかいですね、はい、女子ではあまり見せない技ですね。あの普通上外からの内回し蹴りが多いんですが、内側から返しながらの、ね、内回し蹴り、これあの今全日本大会の男子でよく見られる技ですね、はい、非常にレベルの高い。そうですね、あの、まあ、彼女自身が、ね、そういった意識も高くそういった技を、ね、見てやってみようという、ね、こうやってチャレンジしていることは非常にあのいいことだと思います、はい、さあお互い馬を牽制し合います。おっ、入りました。上段前蹴り早いですね。早いです。一瞬の隙間と入ろうとした瞬間を捉えましたね。ここは抜かりありません。上段前蹴り、白が技ありを取りました。白エノキダニリオです。あ、今の技ありですね、はい、技あり合わせ一本です。合わせ一本で中学女子 2,3 年の部無差別級エノキダニリオが見事制しています。今始まりました。まずはお互い蹴りから、そして突きと蹴りを混ぜ合わせながら、いいですね、お互いいい序盤ですよ、はい、お互い打ち込んで突きも蹴りも強く速く、はい、非常にあのいい展開を見せています。一進一退のここ、あ、今の時吉選手の下段強かったですね。今聞いたでしょうか、少しよろめきました。聞くには至らないんですけど、今有効だとしてね、あの大きい有効だとして取っていいと思います。あ、これこれ有効、もういいですね。あ、どんどん、だんだんと差が出てきますよ。時吉の蹴りが素晴らしいものが入っています、上段中段高さを変えながら時吉が圧倒しています。さあ両者激しく打ち合う音が聞こえてきます。ここまで、ね、今ね突きと下段が入ってますから、そろそろね意識が下に下がっているところ、はい、上段蹴っていきたいですけどね。お互いまだ出ませんでしたね。うん、その前に90秒が終わりました。判定は赤が3本、主審も赤、4対0、赤の時吉健志郎がこの部門優勝しています。さあ、すいません、両者攻撃の手を緩めません。あ、もう気持ちが出てますね。Hey!
決勝戦始まりました。お互いね、力のある2人の戦いですね。山下選手は接近戦の突き技から内股への下段、これが有効です。に対してね、あの角井選手も、はい、リーチが長いですからね、相当角技も使いこなしますんで、あと高校生からはね、あの足掛けの技とか、はい、いろんな技が認められるものが増えてくるので、はい、山下選手などは内股も非常に強いですから、足掛けの技を使った方がいいと思うんですね。ただまだその技術が身についていないので、今後ねそういった技も磨いていったらなと思います。はい、さあ終盤戦、両者きつい時間帯に入った。しかし攻撃の手を緩めません。お、今ね珍しい上段を切りましたね。上段に行きました、ね、もう一度、ええ、もう気持ちが出てますね。非常にいい試合ですね。あらゆる選択肢で冷静に対応しています。あ、内股、そして今90秒が終了。判定は赤4本、主審も赤よって、高校男子の部軽量級は宮之城道場角井力が制しています。この試合は非常に私も興味深い試合ですね。はい、藤崎選手も一通り技術を持って勝ち上がってきた選手ですし、井上力丸選手も非常にいろんな、ね、テクニックを持っているので、この2人がどういう、ね、技を打ち合いながら、テクニックを使いながら戦うのを見てみたいですね。はい、遠い、ね、前では、ね、基本的に藤崎選手の方が有利ということになるんですけど、はい、そこで、ね、使うテクニックを井上選手も持ってますので、まあ、リーチがないからといってその状況が不利とはならないですね、井上選手の場合は。非常に強いですね。激しい出しになってきました。先ほどね、インファイト接近戦の状態からね、非常に強い下突きで相手をね、聞かせていたので、そういった展開もね、また見れるんじゃないかと。この辺りですね。はい、はい、赤の藤崎も入られてからもうまく対応しています。いいですね、この内股蹴りも非常に強力で、有効打です。まあ、効いてると思います。はい、いいですね。ここで90秒が終了。判定白が3本、主審も白、4対0。高校男子の部重量級は井上力丸、宮之城道場が制しました。まあ、2人ともテクニックが基本的に同じ、ね、突きと下段という組み手なので、はい、まあ、この中で、ね、体格的なものを考えると、上野選手が、まあ、有利だと。この中で上村選手が勝ち上がる、勝つためにはフットワークを駆使してですね、はい、上野選手の下段をどんどん外していきたいところですね。あ、この下段、そうですね、やっぱり大変に、ね、強い思いというだけじゃなくて、結構インパクトも強くて、はい、本当効かせに行くような、ね、下段回しをしてますよね。これですね、やっぱり、ずっともらってしまうので、一発一発が強力な、重そうな一発ですね。そうですね、一瞬強いですね。続けます、ああ、下段ついに崩れました。はい、まあ、技にはならなかったですけど、非常に技ありに近いような状態ですね。はい、確実にダメージが響いているでしょう。2分が終わりました。判定赤が1本、白が3本、主審は白、4対1で関町道場上野美奈が無差別級を制しています。それぞれのクラスの決勝戦の模様をご覧いただきましたが、木山さん、ここまでいかがでしたか。はい、非常にですね、ハイレベルな試合が繰り広げられたと思います。非常にですね、小学生、中学生、高校生ともにですね、はい、技術が上がっているなということを感じました。また稽古もしっかりやり込まれていて、体力のある、はい、スピード、威力も、ね、十分にある試合が見れたと思います。はい、ではこの後は一般男子の部軽量級をご覧ください。一般男子の部軽量級は決勝戦です。宮島選手の、ね、相当気持ちが入ってますね。はい、
まあ、それに対して矢野選手はね、小気味のいいフットワークと、ね、連打の技を持ってるんで、連打の技でどう突破口を開いていくかっていうところでしょうね。矢野選手は接近戦、それも超接近戦、もうかなり近い前を使うので、はい、それ近い前にされると宮島選手も打つ手がなくなってしまいますよね。もし突破口を開くとしたらそこでしょうね。でも宮島選手はその距離にさせたくありませんから、はい、そこまで、ね、詰められないように組手を、ね、やっていかないといけませんね。今こういう押し技が、ね、1回は押していいということは認められているので、はい、こういった押し技と対応していきたいですね。下突きいいですよ、はい、下突きに膝もいった。お互いの胸を真っ赤に染めて有効打を狙っていこうという決勝戦。ちょっと押し技が長く続きますね、はい、瞬間的な押しは認められるんですが、押し技が、ね、あまりにも長いとこれは反則になります。少しこの試合全体を通してそれが目立つようになりました。今ね、矢野選手手数は稼いでいるんですけども、はい、あんまり手数は有効としては見られませんね。早いだけでダメージを与えるまでに至ってませんから、はい、あれだけの手数では勝利を収めることはできませんね。そして終盤に来てから宮島のラッシュも始まっています。宮島選手の方が、ね、的確に攻撃は出て、ダメージまではつながりませんけども、はい、有効打には技は数えていいのかなと思います。今決勝戦終わりました。判定白が3本、主審も白、4対0、一般男子の部軽量級金谷東部道場の宮島和樹が優勝しました。今の試合、まあ、自分の動き的にはまだまだなんですけど、まあ、今は優勝した喜びをで、また明日から気持ち切り替えて頑張っていきます。そうす、全日本ウェイト制大会にとか大きな大会で活躍できる選手になれるように頑張ります。そうす。さあ木山さん、はい、一般男子の部無差別級ですね、はい、今年の顔ぶれ去年と同じ組み合わせになりました。そうですね、お互いがねやっぱり当然の昨年の、まあ、ディフェンディングチャンピオンで、まあ、優勝しようと、でそれに対して、まあ、昨年の雪辱を晴らすと、はい、いうところで、まあ、そういった、ね、気持ちが、ね、ここに、ね、決勝の舞台までつながったんだなと分かります。園田太陽選手は絶対に、まあ、山口選手を食って倒してやるという気持ちで挑んでくるでしょうから、はい、非常に決勝戦が楽しみになりました。はい、頂点に立つのは山内幸輝か園田太陽か、注目の一般男子の部無差別級決勝戦です。あっちの方が手数が多いかもしれないので、そこを気をつけて効かしてい いきたいと思ってます。去年は判定勝ちはしたんですけど、今回はまあ一本で仕留めていきたいと思ってます。山内選手は昨年の決勝戦で敗れた相手なので、今年こそはリベンジという形でできればなと思ってます。絶対に勝つ、それだけです。頑張ります。今日行われる全ての試合で最後の試合、そして最も注目を集めている一般男子の部無差別級決勝戦です。去年とくしくも同じ顔ぶれとなりました。リベンジなるか園田太陽。でも昨年の、ね、山内選手と違うのは、昨年から比べてもやっぱりテクニックが、ね、今上がっていると思います、はい。昨年はもう持っている力を、ね、大雑把にこう振り回しているような形でしたが、今回は、ね、しっかりと技が狙って的確に攻撃を出せていますし、はい、先ほど見せた、ね、足掛けの技なんかも持っているので、はい、そういった技を送り出せば山内選手が、ね、圧倒するのではないかなと思いますけど、はい。後ろ蹴りも出しましたね。今までまあこういった技も見られませんでしたが、少しずつ、ね、彼もテクニックという面にも、ね、はい、目が向き始めてますね。
パワーにテクニックを備えた山内幸輝。一方園田もここ2戦と延長戦でかなり疲労している部分があるかと思いますが、ここまで来た後は気持ちですね。そうですね、やはり気持ちを強く持って、最後まで諦めずに、戦ってほしいですね。果敢に向かっていきます。赤園田太陽、熊本支部。今ね、足を大きく跳ね上げましたけども、相手の蹴り技を、いなしたっていう形なんですけども、ある意味ではダメージがあるから足を上げてあげたということも言えますね。一発の威力はありますね、山内選手は。一発の園田選手は、絶対的に一発の強さはないんですけども、谷口支部長に鍛えられて、この連打の一つ一つのですね、威力は結構かなり高いレベルにはあると思いますね。はい、もうスタミナはとっくに限界来てるでしょう。しかしここまで勝ち上がっていた自慢の連打で山内に向かっていきます。県体育館、今日一番の声援を背に受けて決勝の3分が終わりました。やの下段をちょっと食らいすぎた印象ありますね、園田選手は。判定、白が4本、主審も白。よって一般男子の部無差別級、山内幸輝が2連覇達成です。園田も少し力尽きた印象がありましたが、しかし、最後の最後まで粘りました。歯を食いしばって、よく向かっていきましたね。いや、一本で仕留められなかったのは本当に悔しかったですけど、みんなの、期待に応えられて、嬉しい部分もあるんですけど、やっぱり落ち着いて相手を見て仕留められるところは仕留めていきたいという、反省もありました。次は全日本大会なので、それまで体をもうちょっとアップして、いいところまで行けるように頑張りたいと思います。おっす。優勝した選手の皆さん、おめでとうございます。勝って怒らず、負けて腐らず、この結果に満足しないで、また B の大会を目指して頑張ってください。皆さんはまだまだ強くなります。勝つことに対して一番大事なことは、絶対優勝するという気持ちをいつも持てること、そして日々の稽古においてしっかりとやり遂げること、自分に負けないように、気持ちが折れないように、今後とも最後まで頑張ってください。さあ、一般男子無差別級決勝戦の結果、山内幸輝選手が見事2連覇達成となりました。はい、決勝戦振り返って木山さん、いかがですか。はい、山内選手のですね、テクニックが非常に上がっていたということが、自分としては非常に嬉しく、また、頼もしく感じました。昨年は力を、振り回しているような面もあったんですけども、しっかりとテクニックを上げてきていたので、非常に良かったと思います。大きく目に見えるものではないんですけども、技の正確性が増したとか、足掛けの技を使えるようになったとか、非常に進歩かなと思います。はい、非常に見応えのある決勝戦でした。さて、この時間は極真空手第36回オープントーナメント県空手道選手権大会の模様をお伝えしてまいりました。放送の解説は第8回世界チャンピオンの木山仁さんでお伝えしました。木山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
注目を集めている一般男子の部無差別級決勝戦です。一発の威力ありますね、山田選手は。一発の主審も白よって一般男子の部無差別級山之内幸輝が2連覇達成です。